どうも小橋です。今日はですね、秋になったということで、秋のデートコーデ5つを紹介します。骨格がウェール体型、153センチの体重が40キロ前後です。私が今こんな感じの体型で、前よりちょっとお肉がつきました。今回はルックブックの形でオルドットさんの商品でコーデしていきます。ではどうぞ。1つ目のコーデがこちらの T シャツを使ったコーデです。で、オルドットのロゴ T シャツを今回トップスで着て、で下がスカートなんですけど、エミネーさんとオルドットのコラボのスカートを今回着ました。アシンメトリーになってて本当に可愛くて、体をねちょっと動かした時にふわっと綺麗に伸びてくれるスカートです。で、ブラックのショートブーツを今回合わせます。で、今夕方に撮ってるんですけど、すごい日のね調子がぐるぐる変わってて申し訳ないです。で、半袖なのでジャケットも合わせます。これがねバイカラーのジャケットなんですけど、ちょっと大きめにゆったり着れるジャケットです。で、最後に帽子をかぶって、今カジュアルなコーデを1着目は組んでみました。いかがでしょう。お昼デートに最適な頑張りすぎてないコーデにして、でもちゃんとハイウエストのスカートとかを使ってスタイルよく上品に綺麗に見せてます。場所によって寒かったり暑かったりする今の季節にね向いてるコーデかなと思うんですけど、本当にこのスカートが可愛い。本当にそれはねぜひ買ってほしい。で、ジャケットがこんな感じで、ポケットがちゃんとついてたり、しっかりね高級感のあるジャケットです。で、マフラーがね今回オルドットから出てて、気になって触ってみたら本当に触り心地が良くて、肌にスリスリしても全然チクチクしない生地です。これもおすすめ。では次、2着目のコーデがすごい大人っぽいコーデにしてみました。このグリーンカラーのワンピースなんですけど、1枚でさらっと着れるワンピースで、細かい部分にねこだわられてるのかなって思われるワンピースです。で、今回結構暗いカラーのワンピースなので、白いブーツを合わせました。で、こんな感じです。本当にねとっても綺麗なシルエットにしてくれるワンピースで、で、さっきのストールを羽織ったらすごい大人っぽい綺麗めなスタイルになるかなと思って合わせました。で、袖の部分にすごいスリットが入ってて、手をちょっと動かした時に手首が綺麗に見えるデザインになってました。で、ウエストマークもあるし、あと V ネックもねすごいほんとちょうどいい V ネックで、ウェーブ体型の人がすごい綺麗に着れるワンピースだなって思いました。で、シンプルなデザインのワンピースにストールをちょっと羽織るだけで、こういうねちょっとお色気のある女の子になるので、すごいおすすめの合わせ方です。では次、3着目のコーデが私がね今回のルックブックで一番おすすめのコーデなんですけど、ブラウンコーデで、このトップスがねバルーンっぽくなってて本当に可愛いボリュームのあるトップスです。で、下に合わせるのがレザースカートなんですけど、すごいきちっとしすぎてない柔らかい雰囲気のレザースカートで、上にボリュームがあるから下はねちょっとシンプルに濃い色のレザースカートを合わせました。
で、ブーツは結構暗い印象になっちゃうかなと思ったので白いブーツを合わせて、ブラウンのキャスケット帽をかぶって、で、私物の丸メガネをかけて、可愛い印象なんだけどちゃんとしっかりカチッとしてるブラウンのデートコーデです。バルドットが20代の大人を目指す女性に自分を大切にできる質のいいお洋服を提供するブランドなんですけど、本当に質が良すぎてその値段でいいのっていうぐらい高見えするお洋服が多いので、本当にデートとか気合を入れる場所用のコーデにおすすめのブランドです。バッグが結構小さいサイズなんですけど、しっかりね物が入るポケット付きのバッグで、1つ目のコーデでもつけてたんですけど、このキャスケット帽がね本当に可愛いです。で、全体はこんな感じ。本当にトップスのねこのボリューム感が可愛くて、全体的にボリュームがあるのに肩はねボンって見えないので、すごいこれもいろんな方におすすめです。で、このトップスも実はエミネーさんとオールドットさんのコラボで、もう天才だよね、可愛い、全部のアイテムが可愛い。で、とにかくこのコーデはぜひ真似してほしいなと思います。では次のコーデがブラックコーデです。さっきがブラウンだったんだけど、今回はキリッとブラックコーデ。これがスリーウェイのワンピースなんですけど、後でねどういう使い方ができるか紹介します。うちがお尻がやたらでかくて、それで詰まってんのかなと思ったら、ちゃんとねチャックを下ろしてませんでした。みんなはちゃんと下まで下げてきてください。ワンピースだけ着るとこんな感じで、ここにケープをねつけます。で、ケープをつけてもつけなくても、ケープだけでも使えるスリーウェイのワンピースで、さっきの黒いブーツを今回は合わせます。で、モカ色のコートを合わせるんですけど、これもねスリーウェイで後で紹介します。で、かっこよくメガネを合わせて完成です。今回は結構かっこいい感じの大人みたいなコーデを組みました。で、差し色でネイビーのファーのバッグを一緒に合わせて、こんな感じです。このコートがちゃんと内ポケットがついてる、本当に高級感のあるコートでした。で、中のワンピース1枚だとこんな感じです。で、これもエミネーさんとのコラボで、で、ケープがねボリュームがあってめちゃくちゃ可愛い、本当に可愛い。で、この使い方は書いてなかったんですけど、ケープを外して腰に巻くとウエストマークになって、ちょっとアシンメトリーなワンピースに変わるので、この付け方もね本当におすすめです。これ可愛いよね。なんかで、コートを締めて着るとこんな感じで、これがスリーウェイで、で、2個目の着方が襟をね折りたたんでボタンで留めるとこういうシルエットになります。さっきよりもちょっとシックでかっこいいイメージの着方になって、で、襟を立てて、そこをねボタンで留めると、まるで海外貴婦人のようなね、すごい美しいシルエットになります。首周りが見えなくなっちゃうので、こうやって着るときは髪を上げるヘアスタイルがおすすめです。では次、最後のコーデなんですけど、これがね前の
オレドットのルックブックで紹介したスリーウェイのニットトップスのブルーバージョンです。で、私がねこれプリ買いでも前着てたんですけど、本当に可愛くてお気に入りで、今回はこのトップスにエミ姉さんとのコラボのブラウンのスカートを合わせました。結構ねこのコーデお気に入りです。可愛いけど大人っぽい、なんかモテコーデっていう感じのねコーデです。で、締め色でブラックのブーツと合わせました。で、これがスリーウェイで、前も紹介したんですけど、これが一つ目の着方。カーディガンを肩からかけたような見た目になるのと、で、斜め掛けして結ぶと、こういうね、片方だけ腕が隠れるアシンメトリーな見え方になる着方と、あと普通に腕を通して長袖としてもね着ることができます。でも私はこの腰に縛る着方が好きで、いつもこれで着てます。で、これがさっきのスリーウェイコートの色違いのライトグレーです。さっきの色は結構かっこいい感じだったんですけど、今回はすごい可愛い女子アナっぽい雰囲気のコートのカラーを選びました。で、コートに紐がついてて、それでね今回縛って、で、青いバッグを合わせました。で、ライトグレーにブルーを合わせることで、膨張せずにすごい透明感のある清楚な雰囲気のコーデにしました。もう10月末ということでね、あと1ヶ月半ぐらいでクリスマスが来るので、そのクリスマスにもねすごいいいコーデかなと思うので、よかったら参考にしてください。はい、いかがだったでしょうか。オルドットさんのお洋服で5つのデートコーデを紹介したんですけど、私的にはこのトップスと、あとエミ姉さんとオルドットのコラボのスカートと、あとこのスリーウェイのコートがすごいお気に入りでした。小物もお洋服もデザインが凝ったものがすごい多いので、皆さんもぜひ着てみてください。概要欄の方にオルドットさんの URL があるので、そちらもぜひチェックしてみてください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。We can take it very slow, very slow. We'll be counting the stars that dot the dark of a night sky.